いちゃー、今日はいちさん、けいこさん、かっちゃん3人では堤防にいますね。はい、堤防でございます。真っ昼間でございます。とても暑いですが、今日はですね、はい、ちょっと僕やりたいことがありまして、はい、皆さんが来る前に一人で撮ってきたものがあります。上手。よけよけ。3匹。あ、苦手な方もいると思うんですが。あ、見えますか？え、フナムシです。うわ、マジか。おー、すげー。え、まあ、これ何すんの？これで、はあ、際にチヌが結構いるんですよ。はいはいはい、いますよね。そいつを取りたいなと。うわあ、すげーな。めっちゃ夢と希望詰まってるやん。そんな明るい顔する？そうか。上にいるフナムシを捕まえて、うん、針ぶっ刺して、うん、落とせば魚釣れんでしょ？うん、夢と希望しかない。そうか。え、フナムシ触れる？触れるよ。すげえ。乗ってる時にウェイと思う。ゴキブリ超嫌いじゃん。違う、この子は違う。嬉しいです。釣りしてる時にそっと横にいてくれるお友達みたいな。おお、そうだね。お友達にハリブス刺してた話だよね。前回のワンちゃんとカニ、うん、取って、うん、チヌを釣った時あったじゃないですか。うんうんうん、今回もちょっとそれしたかったんですけど、うん、ちょっとカニが不在だったので。あ、なるほど。今日は、まあ、フナムシっていうことで。いけんのそれ。ちょっととりあえずやってみましょう。そうですね。うん、けいこさんもちょっと準備を。はい。はい、これです。あ、これちょっと太めの、うん、缶付きのパイですね。あー、なるほど。もうちょっとちっちゃくてもいいかなって思ったんですけど、ちょっと僕、うん、手持ちがこれだけだったので。なるほど。これでいきます。釣れたいですけどね。はあ、まあ、見た感じ足元めちゃくちゃチヌいるんですよ。うん、相当あれは高いですね。なるほど。警戒心をしている。いますいますよ。この前はいたけど。じゃあ広げてください。裏にいるんですよ。裏に。あ、裏側にいるのね。さあ、登れるかな。登れるよ、これぐらいの高さ。登れますか？うん、手掴んで登れるよ。おっと、これ来ましたね、けいこさん、うん、ちょっとけいこさん、カメラ変わってもらっていいですか？ほん、手使わんよ。見くびってもらったら困りますよ。動けるデブ代表ですから。いや、マジでできるんすか？うん。いや、あのバク転の時のこと思い出して。そうよ、ねえ、あのバク転もできてたから。できますよ、大丈夫ですよ。さあ、ラストチャレンジ。はい。真似できないよ、普通の人は。そうですね、うん、逆にね、うん、針のかけ方あんの？いや、何もわからんです。あ、なるほど。お尻から。あーね、まあ、なかなかグロテスクですね、これ。うーん、いろんな息が、いろんな息が出てきた。うわ、いや、これで釣れたら最高ですよ、けいこさん。すごいね。これいる？マジ？あった。けいこさん、上がりますか？うん。あ、出た。おお、すごい。おお、警戒ですね。素晴らしい。はい。はい。あ、釣れた。いますよね。いる。いいやん。ほら、一応。いつさん、次。そっかそっかそっか。一応カメラ持っといてもらおう。あー、手使わないですからね。手使ってね。手使ってねって言われてるよ。いや、手つ…え、もう一回、もう一回やってください。トントン。振りかな、これ。必死。いや、嘘でしょ、今の。必死すぎでしょ。いや、これでチヌ食ってきたらすげえけどな。フナムシも食いそうでありますよね。まあね、一応同じ甲殻類ですし。やっぱカニの方が美味しいんかな。いや、チヌはいっぱいいるんですけどね。チヌはいるけどね、見えたけどね。はい、嫌なのかな。嫌い。美味しいよ。美味しいよ。カニっぽいな。でもカニ捕まえれんすもんね、ここ。
岩の中に全部隠れちゃってて、あーね、取れないか、手が取れない。いや、どうしよう。マジ？マジ？何それ？何それ？姉妹先？何これ？何これ？初めて見た。綺麗な魚。いや、見知らない。最初ペラかと思ったけど、違いますね。違うね。綺麗な魚でした。すげえ。釣れたね。死ぬではないですけど、いいじゃんいいじゃんいいじゃん、よかったっす。ナイス、おざっす。船虫じゃダメなのか。カニがいいんじゃないですかね。おーおー、すごいね。鳥がすごいぞ。俺が行くたびに飛んでってごめん。ごめんごめんごめん。ごめんごめんごめんって。ごめんごめんごめんね。とりあえずこの2匹で決めるしかねんじゃねえか。やってみっか TV。 はい、今日も始まりました。カニを泳がしてみっか TV。 よっしゃ、第1弾ですね。俺ら、取るの苦労しましたよ。このカニ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 さん、本当にいや、俺を悩ませてくれた。でもね、こいつはね、食べてるよ。いつさんはちょっと飲み物買いってるみたいなんで、サンゴ来る前に。どうしよう、チェナいないよ。いないよ。さっきまであんないたのに。あんないたのに。お疲れ様。アイスコーティクトゾーン。あったー。じゃあどっちがいい？バニラで。バニラで。すいません。はい、はい、いただきます。いただきます。めっちゃこぼしてるじゃないですか。やばなんでそうなんですか。なんでそがんなっと。何が怖い怖い怖い。単独情報を教えてます。あげますね。うわ、よっしゃ。うわ、よっしゃ。あっ、すげえ。すげえ。よし、大きくないですけど。すげえ。これ持ってくるってやつ。すげえ。カニできた。いい。いい。いい。おいしそうなサイズですね。おいしそう。よかった。あ、すげえ。いい。やった。やった。カニだ。カニだな。ナムシじゃないですね。カニですね。ありがとうありがとう。その子綺麗だな。ほんと綺麗。どうでしょうか、持って帰っていいかな。うん、いいんじゃない。食べたいです、こいつ。うん、ちょっといただきます、こいつ。オッケー、ナイス。ありがとうございます。おー、すごいすごい。はい。あー、すごいすごい。やめとけ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 。店長、どうも。店長さんですか。ごめんなさい、いろはでございます。いろはでございます。ああ、どうも、いつもお世話になってます。あの YouTuber の。いやめちゃめちゃしらじらしいじゃないですか。ご無沙汰しております。どうもどうもご無沙汰しております。あー、ガリガリ君やん。マジっすか。優しい優しいっすね。けど、なんか
中がいろいろなんですよ、うん、ほんと可愛いこの帽子、なんすかこれ。あ、いいですか、お好きだと。あ、もうなんか始まりに始まり早々食べれるっていう、なんか素晴らしい、はい、でしょ、喉乾いたでしょ。ありがとうございます。すいません、どうして僕にくれないんだろうな。あ、いや僕もありがとうございます。いや、いいっすね。いや、体力的にもう楽ですね。あとは任せろい。魚も食ってきますね。やっぱ餌の強さですよこれ。俺なんか乗った。なんか乗った。ハンディ。ハンディ。絶対あれでしょ。ほら。どこ食うとんのそれ。おお。すげえな。フグちゃん。ダメよ。現行犯逮捕や。現行犯逮捕やこれ。尻尾をまず食ってるんですよ。本当だ。尻尾削ってます。逮捕。逮捕ですよもう。でしょ、先から。可愛い。はい、ふぐちゃん。ふぐちゃん。気をつけてね。もうやめて。よ。もうちょっと帰りなさい。うん。お家に。お家に帰りなさい。はい、バイバイ。はい、さ。いや本当ですよ。僕たちだって。おおおお、待って、マジ掃除してただけですよ。マジ、お、マジだ、マジマジマジ、え、フグじゃないですよね。え、お、マジマジマジ、おお、イカや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 、マジ？すげえ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 。タコかーい。そんなことある。本日じゃないですか。久しぶりです、ゴンさん。今年初めて。うわあ。僕は面白い目で見ないんかな。おお、でかさ。ぶっちゃけ外向きでしょ、これ十分のサイズですよ。タコの、あ、あ